中宮は三条の宮へお帰りになるのである。お迎えに兄君の兵部卿の宮がおいでになった。激しい風の中に雪も混じって散る日である。すでに古御所になろうとする人の少なさが感じられて、静かな時に源氏の大将が中宮の御殿へ来て、院のご在世中の話を宮としていた。前の庭の御用が雪にしおれて下葉の枯れたのを見て、影広み頼みし松や枯れにけん、下葉散りゆく年の暮れかな。宮がこうお歌いになったとき、それが傑作でもないが、迫った実感は源氏を泣かせてしまった。すっかり凍ってしまった池を眺めながら、源氏はさえわたる池の鏡のさやけさに、見慣れし影を見ぬぞ悲しきと言った。これも思ったままをみそ一文字にしたもので、源氏の策としては幼稚である。大明部、年暮れて祝いの水も氷閉じ、見し人影の汗も行くかな。その他の女房の策は省略する。